さあ花火をしよう。はい、来ました。そして水の中に入れます。おー、ブク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 って言ってるよ。すごい、水の中でもなんかブクブクブクって言ってますね。おみなさんこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。さあ、先ほどの燃えた花火を水の中に入れたら火が消えると思った人も多いのではないでしょうか。でもなんか気体がブクブク発生したまま燃え続けていましたよね。あれって何か燃えることと関係があるんでしょうか。今日はそんなことを調べていきたいと思います。それではレッツサイエンス。ではこの3つの気体を使って実験をしていきます。まずは酸素、続いて窒素、そして二酸化炭素って入ってないですけれども、ここに重曹とクエン酸がありますので、二酸化炭素は作れということですかね。はい、作りましょう。まずは実験するための二酸化炭素を発生させます。どうやって作るかと言いますと、身近なもので作れます。重曹、クエン酸、お水、これを混ぜるだけで二酸化炭素が発生するんです。まあ、このようなものを準備して水蒸気管法でゲットしちゃいましょう。それではまずは重曹を入れていきます。多分本来のね、入れ方じゃないと思うんだよねいつもは紙とかをこうくるくるして入れると重曹はすごいスルスルと入ってくれるんですけど、次はクエン酸を入れます。ちょっとこれちっちゃいかな。あ、いけるいける。クエン酸はね、入れやすいね。おお。ではここからはスピード勝負です。ここにお水を入れたら反応が始まります。ではいきますよ。ブクブクしてるの分かりますかね。こんな感じで、はい、そして閉めて最初の空気をちょこっと抜いてからの、お、出てますね。よしよしよし、ちょっと待って。お、行ったんじゃない？もう行ったっしょ。蓋をして。ゲットー！ CO2！ はい、では同じようにして今度は窒素と酸素を入れていきます。ではこれを開けて中にこれを入れます。これこれそれではいきます。おー、燃えとる燃えとる。うわ、すごい燃えてますね。では窒素いきます。それでは最後、作った二酸化炭素に入れてみましょう。おー、元気がなくなった。火のついた線香を入れた結果、酸素の中に入れた時にすごくよく燃えましたよね。酸素にはこのように物を燃やす働きがあります。窒素や二酸化炭素にはそれがないということも分かりました。では燃えた後の空気はどうなっているんでしょうか。それを調べるためにこんな実験をします。実験前の瓶には石灰水が入っています。
この状態で振っても、うん、何も変化は起こりません。透明のままです。では火のついたろうそくをこの瓶の中に入れて、しばらくしたらこのろうそくを取り出して石灰水を振ってみます。消えた。で振ってみます。おお、白く濁りました。白いぞ誰はい、ということで石灰水が白く濁るということは何が発生したんでしたっけ。そう、二酸化炭素です。瓶の中の物を燃やす働きがある酸素の割合が少なくなって、途中で火が消えてしまいましたよね。この実験から物が燃える時には酸素が使われて二酸化炭素ができるということが分かりました。ということで、初めにお見せした花火の実験ですが、実は火薬の中に酸素を出す物質が含まれていたので、火をつけることで花火は酸素を出し続けていたんですね。なのでお水の中でも燃え続けたということだったんです。すごい。空気に触れられない水の中でも火薬から酸素が出るとともに、気体が勢いよく発生することで水が火にたどり着けず温度が下がらないので火が消えなかったんです。わかりやすいね。今日のまとめ、物が燃える時には酸素が使われて二酸化炭素ができます。ということで、今日の実験が見れてよかったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。